マリコお姉さんです。どうぞよろしくね。もうすぐ島次郎が来ると思うんだけど、あ、そうだ、島次郎にここがわかるようにみんなで大きな声で呼んでみようか。せーの、島次郎。みんなこんにちは。こんにちは。会場のみんなは十五夜って知ってる？知ってる人？あ、知らないお友達もいるみたいね。じゃあ会場のみんなと島次郎が十五夜のことが分かっちゃうクイズを出したいと思います。さあ、十五夜ではあるものを眺めて楽しみますよ。それは次のうちどれでしょうか。1番、絵本。2番、お月様、3番、テレビ。おー、次のうちどれだろう。お月様だと思う人、あー、いっぱいいる。正解は2番のお月様でした。大正解のみんなに拍手。しまじろう、マリコお姉さんってば。あの声はみんなわかるかな。じゃあトリッピーにここがわかるようにみんなで呼んでみようね。いくよ、せーの、トリッピー。トリッピー、こっちこっち。なあ、こんなとこにいたのか。あれ、おいしそうな匂いがするよ。何の匂いかな。じゃ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 ん。お団子だ。やった、トリッピーのおかげで全部揃ったわ。これでお月見の準備の完成です。拍手。ねえみんな、お月様を眺めてみて。島次郎、トリッピー、みんなで遊ぶのってとっても楽しいわね。うん。でもね、そろそろ公開収録も終わりの時間なんだよね。もっと遊びたい。トリッピーも遊びたいよ。わかったわ。それじゃあ最後にもう一曲みんなで一緒に歌っちゃおうか。やったー。手と手をつないでミュージックスタート。お友達のみんなはその場で立ってください。さあ、テレビの前のみんなも立ってね。さあ、手を高く上げて手拍子をしてみましょう。ラララって歌うよ。せーの、ララ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 ラ
それじゃあまたね。ベネッセ。